まだ飼い主レベルがね低いんで、だから他の動物は飼えないんですよね。最初にチワワ飼っちゃってしまった。ウサギを飼おう思ってるんですけどね。どうやっていけば飼い主レベルが上がっていくんやろう。前にしつけとかないしな。ただひたすら毎日プレイしてたら飼い主レベルが上がるのかな。金額かな、それか金額の。可愛いなった。これ一応チワワです。ちょっとね、任天堂ドックスと任天堂ドックスプラスキャッツを比べたらね、画像はかなりアニメっぽい画像なんですけどね。まあこのソフトの。いいところは犬猫だけじゃなくウサギとかね、そういうハリネズミとかも飼えるっていう、ハムスターとかね。ハムスター飼えたかな。よいしょ。ハムスターはいてないな。ハリネズミとかフェレットとかですね。あ、リスもいてますね。リス。もう一つね、これこの後にパート2が出てるんですよ。確かそっちやったらハムスターいたと思うんですけどね。僕はまだパート1の方だけしか持ってないんですけどね。まあもともとはペット育成シミュレーションゲームが好きでずっとやってて、それが現実にペット飼い出して多頭数がになって、でまあ僕病気してね、いろいろで、まあ経済的にも包容力的にも僕は欠けてるんでね、人として。だから、みな里親に、みなではないけど半分は里親に出したんですよ、半分は。でまあそれでちょっとまあ寂しさを紛らわすためにまたこういうソフトを買ってしまったんですけどね。まあちょっと安かったんで、たまたまヤフオクで安くで見つけたんで、
ちょっとねこのソフトは2種類出てるんですけど、2種類ともちょっと高いです。まだたまたま僕はこれヤスクで見つけただけで、2種類とも中古でもね、ヤフオクとか、アマゾンとか、リサイクルショップでもちょっと高いです。まだまあそれだけバラエティー富んだこう動物が飼えるっていう画期的なやつなんで、まあ皆さんも動物ペットを飼えない人はこれでゲームでなんとか癒されてください。まあ僕もね、動物本当は飼いたいけど経済的にも、まあ、先ほど言った、まあ、能力的にも、人として欠けてるんでね、で自分の病気を今治すことが先決なんで、だからまあ病気を治さないことには動物も飼えないんで、だから(咳)今はこれで癒してます。まあ僕はもともとゲームはね得意ではないんです。不得意でゲーマーではないんです。ゲームの量は要素は持ってるけど基本ほんわかゲームほんわかってどんな枠やねんっていうあれやけど、シミュレーションでこういうペット育成シミュレーション、動物のほんわかしたやつ、街づくりね、有名なところでは動物の森とか、まあそういうソフトがまあ好きなんです。ニンテンドードックスとかプラスキャッツとかね、そういうゲーム中心に買ってプレイしています。映ってますか？ちゃんと。まあちょっと光の加減で見えにくいかな。まあこんな感じで皆さんもよかったら買ってみてはいかがでしょうか。実際こんな行儀のいいワンちゃんなかなかいないですよね。セーブ。それでは皆さんさようなら。